はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスでは続きをやっていきたいと思います。ちょっと編成の方ですね、さらっと確認をしてから、ストーリーの方を進めていきたいと思います。まずマスターはメカミックスですね。機体の方は、フェニックスガンダムとで、あとはチーム1が、ガンダム、ジム、ザク2でザクキャノンで、チーム2の方が、ズダ、ザクワン、ザクタンク、ザク2ですね。この編成で、進めていきたいと思います。ザクタンクがね、思いのほか弱かったっていう早くザクタンクから脱出したいと、思ってるので、ちょっと集中的に鍛えていきましょう。で、今回は、ガンダムのステージ4ジャブローに散るですね。もう完全にシャアザクがめっちゃ前面に出てるな。じゃあノーマルでいきましょう。宇宙世紀00791月、サイド3と地球をつなぐジオン公国軍最大の鉱山基地オデッサ。地球連邦軍はこの鉱山基地を奪回すべく、レベル将軍の指揮のもと、陸上兵力のおよそ3分の1を投入した一大作戦、オデッサ作戦を発動した。砂漠の死闘に傷ついたホワイトベースもまたオデッサ作戦に参加するため、マチルダ・アジャン率いる補給部隊による修理を急いでいた。しかし、マクベ指揮下のエース部隊黒い三連星が最新鋭のモビルスーツドムを借り強襲。ホワイトベースは黒い三連星の猛攻を退けるも、その犠牲は大きかった。オデッサ作戦に参加した全ての戦死者に対して哀悼の意を表し、全員敬礼。僕のせいで、マチルダさん。ホワイトベースを守るべく、マチルダはその身を挺し、儚くも散ってしまう。アムロにとって初めて知った女性の香りを残して。しかし、戦火の中に散っていった命一つ一つの、その深い悲しみを慰めることなど誰にもできはしない。それでも彼らは人の死を乗り越え、戦い続けねばならないのである。ジャブローに散る。これは基地の外と基地の中も複数マップであるかな。どういう感じだろう。基本的にはジオンのね、降下部隊を撃退するっていうのがメインだと思いますけど、ブライトってこの時階級いくつだ。ウッディ隊に対して敬語使ってるから、いやー、そう考えるとブライトとかもめちゃくちゃ出世したな。
こういう結婚式ってさ、結婚式に出てもらおうって言ってるけどさ、作戦中とかだったらどうすんだろう。一応オデッサ作戦が終わったらみたいな感じでは言ってるけどさ、急遽さ作戦が入るかもしんないじゃん。こうやって人は成長していくんだな。この時ってもう確かシャアって中佐だよね。ガルマの一件で失態したとはいえ一応昇級してるからね。てかこのアッカイとかズゴックなんかすげえ絵がいいな。めっちゃ不良みたい。えっへっへ、そんな感じがする。おスレッカーだ。プライトタイだ階級一緒なのにウッディ対とウッディのが先輩かな。未来ヤシマってどうっすか俺そこまで可愛いとは思わないんですけど未来さんファンにはね申し訳ないけど、やっぱりいいとこ育ちっていうのがにじみ出てるのかな。いやー俺もスレッガー注意を見習わなくては。ほらほら口説きになるのがお上手ね。セイラさんお墨付きだからな。いやでもスレッガー注意見習うとね、死亡フラグが立っちゃうからね。そんなことまで分かんのかスレッガーさん、さすがだ。惜しい人物を亡くしたものだ本当に。まあまだ死んでないけど。ここまで侵入されるっていうのもね、どういう警戒態勢になってるんだろうジャブロー。あ、退散になってたもんすでにシャアの昇進具合がよくわかんねえな一番最初は少佐だったよね。今退散になってるし、すでにここまではずっと退散になってきたけどさ、そっからなかなか上がらないよね。まあ、別にずっとジオにいるわけじゃないからさ、あれなんだけど。
ャスバル兄さんはそんな優しかった記憶ないんだけど。軍を抜けるってさ、そんな簡単にできるのかな。辞表を出してやめますって言えば。一応セイラさんとか木馬に乗ってたからさ、その機密保持のためにさ、あんまりやめさせてもらえそうにないんだけど。パイロットは今何をしてんの？でも大変だよね。非番の時とかもさ、こう緊急出動があったら出撃しないといけないんでしょ？あ、ジムがいる。ジム、ウッディ隊員か。いや違う違う違う、ウッディ隊員は変な飛行機のちっこいやつ乗ってるんだ。あ、これ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 さすがに名前はわからん。ホバークラフトか、普通の。ここはボイス入ってなかったか。あ、でも出撃があるね。え、ここから出撃すんの？あ、赤いめっちゃ近くにいるし。え、結構侵入されてんな。まあ、これでいいでしょう。シャアを撃破。アムロはシャアを撃破できるか。ガンダム強いからね。とはいえシャア専用ゴックも強いな。さてホワイトベースは動けない。出撃はカイとハヤトがいけるか。じゃあこいつらを護衛につけて戦おう。で上はもう任せちゃおう。でうちの部隊はこっちだな。まずはマスターユニット出撃させて、ビームライフルがね意外に強いんだよね。諦めろ、これで終わりだ。ことで引き下がれるものか。これでザクタンクで倒せるかな。くそ、あ、当たった。当たると結構食らうな。ザクタンク、ザクタンク、ザク組をこっちに派遣するか。あ、こっちもザク2人乗ってたやつだよ。ちょっとまずズダを出して、リーダー機はね指揮範囲があるんで、ザクマシンガンで減らしておくか。よし、よく回避した。さすがグザだ、さすがだな。オーバーヒートしないのかな。これ2000しかないのか、攻撃力倒せるか。アッガイ 68% だし、アッガイの機動性についていけてないのか。ギリギリだな。
テンションを上げて攻撃力上がってくれればいいんだけど、いやこっち旧式だからな全部でもアッカイもさそんな強いイメージはないんだけど、どうなのザクと比べて。支援をかければねなんとか。あとはザク2か、ザクバズーカ 59% か。やっぱりバズーカ系は結構命中率が低いな。ザクマシンガンこれで倒せるかな。全然ダメだ。3200か。あと2回食らったら死ぬな遅延かけてこれでいかないといけない。危ねえ危ねえ。俺が手塩にして育ててきたザクタンクレベル4になったからね、ようやく。どうしようかな、攻撃力を上げていこうマジ弱いから。あんまりね戦艦とねグループがはぐれると補給できないからね、補給に帰れないっていう。でこっちはガンダムがいるから、あ基本的にビームサーベルよりはビームライフルの方が強いのか。うかつな動きを、脆い部分がガラクだ。落ちろ。甘い。え、殺された抵抗すれば容赦はしない。あっか一応ビームコ持ってんだ。甘い。おお、まあ、かわしたっていうかさ、この絵だけ見ると外れたっていう感じだよね。グループ攻撃するか。じゃあ移動してからもグループ攻撃できたよね。ちょっと上に中間地点を取ろう。でこれで、ロックが4入るんで、もらいけ。まあ2000もね結構なダメージソースだから。1人かわされたけど、あとはじゃあジムで行くか。ジムで太刀打ちできるの？ちょっと倒せるやつから倒していこう。3700 3300、互角だなこれ。数の暴力で負けるぞ。でザク2ヒートフォーク、これはさすがにいけるでしょう。3000当たらないか。あ、ここはパイロットの腕でカバーしていただきたいけど。でザクキャノン、この180mm キャノン砲がいいけど命中率がな 60% 台か。でザクバズーカが当たれば 54% か結構敵強くね。よし当たった。ザク2が100か100が多分デフォルトなんだな。で、この180mm キャノン砲みたいなのをぶち込むか。おお、よくかわしたな。ザクマシンガンでいいでしょうこれは。よしよしよし、さすがにレベル上がるの早いな、弱いから。で帰ろう帰れねえし。攻撃していくか、どうせだったら。減ってないもんね。そうか、ザクマシンガンっていっぱい当たるんだ。3ヒットって書いてあったけど、この赤いはちょっときついな。ザクもね帰還させないといけないからね。で、シャーザクはちょっと引き寄せるか。
ち側の、あっち側の子たちが、ハイパーバズーカで行こう。あ、じゃなくて、ビームライフルにして、支援反撃すればいいんだ。ジムでいいかな。これで、いいね、さすが。ガンダム。高性能だ。エディスクロード。で、反撃できるときに反撃をしておかないと、ダメージが稼げないからな。あ、来たね、シャア。メガ粒子砲。メガ粒子砲の方が強い。あ、支援反撃できる。当たるか回で。56% あるか、でも。さらにできるようになったな、ガンダム。シャメ、逃がしはしない。私に出会ったのが、貴様の運の月だ。これガンダム自体はさ、多分強くならないからさ。こちらに狙いをつけさせないつもりか。ジオング相手になると嫌だな。ギルググあたりからきつくなりそう。よし、とりあえず当たった。気に入らんな。支援が当たってくれるわ。あれ、支援外れたってこと。あー、外れたんだな。え、ここは、もしやさ、ガンタングの一番苦手なとこじゃん。48か。一応全部入れとこう。え、これでさ、6900が全弾ヒットすると多分、シャア専用ズゴック、倒せるな。でもな、38% と 45% があるからな。すげえ悩むな。ちょっと待ってね。一発ずつ当てるか。まず 120mm なんちゃら。これを普通にやって、まあ、当たるかどうかわかんないけど。ここまで来てホワイトベースをやらせるものか。当たった。よし、これでアムロでぶっ倒せばいいわけだ。ちょっとその前に片付けられるやつを片しとこう。2040。ザクタンク戻す前にこいつを倒しとこう。そうだ、射程2しかないんだ、こいつ。69%! 当たれ！ザクタンクを舐めるな。テンション高そうな女の子だね。で、ここの舞台を全員帰還させよう。で、左に当たらないといけないんで、回答するか。この向きか。で、ちょっとフェニックスガンダムが邪魔だけど、こいつはマスターだから、先に進めていこう。メガビームキャノン。ビームライフルで 80% か。いや、強いね。で、ズダどうしようかな。やっぱり移動力って大事だよな。そう考えると。あ、グループ攻撃できんの？めっちゃ範囲広いね。って思ったら、あれ別にできるわけじゃないか。なんか攻撃できる。届かないか。ミサイル指定射撃。あ、届く。こいつ倒せっかな。回避で 50% 回避された。これ届かないよね、ザクバズーカ。さすがに。さて、出れるやつはいないか。ちょっとセーブをしてアムロでぶっ倒すか。なんかこれマップ中のセーブとインターミッション中のセーブで分けたいんだけど。ビームライフル 88%。ま、普通に考えれば当たるよね。2400だから支援なしでいいでしょう。この程度の敵なら、いただき。
気に入らんな。こういう基地内にさ、ビームナイフルぶっ放していいの？確実に施設が壊れるでしょう。いやでもこれでさ、地上戦も始まるって言ったらかなりきついな。いや始まりそうだな。来た、ガウ攻撃空母。もう少し待った方が良かったかな。これはね、ガンダムのお話だからね、他の作品も弱道防衛戦に関わってたりするんだけど、さすがにそういうのは出てこないよね。補給を急げ、補給を。ああ、敵がいる。あ、でも基地内の敵を殲滅すればいいのかな。アンノン。お、上から来た。ゾックか。でもこれ隊長機を倒さないといけないからね。結局ゾック倒して捕獲できるのはゴックだからね。でも捕獲しておきたいな。ガンダムってこれ別にマスターユニットじゃないから、一旦下げないと回復しないか。ガンキャノンもちょっと減ってるから。いや、あるわ。こっちこれどうすんの。これ侵入してくるってことか。こっちからは外出れんの。まあ、出れなそうだけどね。ここら辺か。ここら辺から多分上に出れんだな。で、上に出てる余裕はないな。舞台1個しかないからね。まあアムロたちにも手伝ってもらいましょう。おお、こっち狙いか。お、戦艦のレベルが上がるのはすげえ助かるぞ。クルーのね、レベルが上がってほしいんだよね、やっぱり。こいつらはまだ来ない。え、ってか結構来るね。でも戦艦でさ、一発ぶん殴ればさだいぶ減らせられんな。エネルギー的な問題があるけど。わー、来てるね。いや、これ上をさ、アムロたちだけでしのぐのはかなりきついな。ってか普通にきついな。機体の性能差がありすぎる。うちだってザクとかだからね。マスターユニットになんとかさせるしかないよな。上はちょっとここをビームライフルでこいつをぶっ倒して、で、やっぱり長期の運用ができるようにエネルギーを上げておこう。よし、ミカミックスもかなり強くなってきたな。で、ここにいてガンタンク一旦下げるか。で、ガンダムとガンキャノンを出すと。上からはもうこいつらに任せるしかない。ゾックも含めて。で、下からだよな。一応グループ攻撃できるけど全然人が出てないから、とりあえず倒せそうな。ドーム4500 4500か。4500は結構きついよね。ガンダムに出すか。
ガンダムここら辺に置いて、ビームライフルの射程に入れると。で、支援。あ、そうか。戦艦も支援できるんだ。耐久なんとかで大丈夫でしょう。3000当たるか。それだったらズダを出してもよかったかもしれないけど。射撃センス。で、こっからさらに、ジムを出して、ビームスプレーガンとビームサーベルだったら、どっちも変わらんか。で、こいつに、支援させて、で、OK でしょ？で、さらに、ザクキャノンのレベル上げたいよね。で、ザクキャノンは多分遠距離仕様なんで、このビッグガンで、で、支援を3機。ビームライフルの、ビームスプレーガンと。これで、ここの部隊は殲滅できるよね。OK、OK、OK。テンションもね、上がってくれると、だいぶ楽になるから。さて、で、この扱いはちょっと一旦放っておいて、だいぶエネルギー使っちゃったからね。で、ザクグループを出そう。とりあえず出しておこう。ザクワンかな、こいつら。あ、リフトがこんなとこにあんじゃん。たまにさ、間違えてさ、リフトでさ、一匹だけ上に送っちゃうんだよね。基本的にこれ侵入してくる敵を迎え撃つ方向でいいと思うんだけどね。いや、キャリーベースがな、エネルギーがなくなってきた。あと上からの敵をしのげればいいんだけど、ホワイトベースは完全に何もできないか、反撃すらできないか。新反撃削れるときに削っておこう。ジャブローが落ちたらもう後がないんだ。やらせはしない。2800か。あ、でもこれ倒せるんじゃん。あ、倒せはしないか。すげえ食うなこれ。上まずいぞ。ビームライフル、よし、ナイス。で、ガンガン来るね。ガンガン来るよ、これ。めっちゃ侵入されてるよ。あー、近くに出てきたな。配置しといてよかった。いやー、ジャブローの攻防戦は、さすがにきついものがあるな。で、なるべくね、エネルギーもね、消費しない方向でいきたいから、まあビームサーベル12のビームライフル13だったら、まあビームライフルでいいでしょう。これは別に大丈夫。あ、赤鼻だったのかこいつ。テンション上げていこう。テンションミカミックスのテンションを上げていこう。ウィーって単なる頭おかしいやつだよな。戦場でこんなやつがいたら。強化人間とか不安定だからね。で、あのグフはアムロで一発殴っておこう。あ、支援。支援で。あー、回避された。で、ここからビームライフル。一歩前に出るか。まあ、最悪ね、マスターユニットはスキル使えば、なんとかなるんで。おお、かわされた。今のは痛い。グフ。俺はジオンを叩く。徹底的にな。回避。あのグフ、機動性いいぞ。このさ、ところは、死角なんだよね。射程後っていうのが死角なんだよね。一機でも多く敵を仕留めないと。すげえなこのグフ、エースだ。
じゃあどうしようかね。まず武力攻撃で減らせるやつを減らしていこう。ロックが5かけられるから、グフはロックしておきたいでしょ。でこのザクもやっていけ。2000か、これにつけ1900だな。ロック数が多いとやっぱりダメージが減るってことか。まずこのザクタンクを攻撃できる位置に置いて、でまずザクを倒す。支援は全て絡めよう。ザクタンクとかマジ弱いかんな。これで6000減らせられる人全弾ヒットするよね。3000の、ああ全然大丈夫だ。ザク2だったらなんとかなってね。どうしようかな。攻撃力を上げておくか。でここからちょっとザクタンク無双が始まるから、って言ってもそんなにそんなじゃないけどね。ザクマシンガン、ズダがね強い。スツルムファスカちょっとエネルギーをね使いすぎるからね。7000、全弾ヒットしないと倒せないぞこれ。これで6000でしょ。おおいいね。おお超強気。ザクタンクが調子に乗っている。でこっちのザクを、近くにして、まあ倒せるザクから倒していこう。超強気のザクタンク、そこからザクワン、ここら辺のねレベルを上げていきたいからね。3900か、それも。でさらにここに置いて、このフフもいけるでしょう。なんて言ったって調子に乗ってるからねザクタンク。お、4000いくね。いや、グフ勝てない、やっぱり。よしよしよし。どんどん強くなってくるぞ。攻撃力だな。で、こいつらちょっとエネルギーを使いすぎたから、一旦下げて。こいつも下げよう。で、ズダ。あんまり使ってないけど下げよう。で、ガンダム部隊にしよう。またここら辺でいいかな。攻撃できるのは攻撃できるのか。ハイパーバズーか、あれ違う違う違う、別にあれだ、攻撃できるやつがなくても選択はできるんだ。で攻撃できるやつがやるとピピってなるんだ。そういえばそうだ。なんかキャノンとかあんまり前に出したくないんだけどな。これ攻撃できるわ。これか、 180mm キャノン砲みたいなやつ。かわされんな普通に。上がまずいよね。上が、ガンキャノンやってくるのか。まあ別にそれはそれでいいか。支援反撃でもう倒せるやつは倒そう。エネルギーがな。支援防御って誰が防御してくれるの。ガンダムか。ガンダム減ってっから嫌だな。回避してくれたし、よし。これでこっちのアンカー倒したでしょ。ゲットゲージとか、ミサイルでいくか。戦艦で倒せるもんだったら倒しておきたいよな。倒せない。厄介が来てるね。まあフェニックスランダムはね、どっちかっていうとエネルギーの方が心配だからな。来てるね。射程外からか。 53% から 43%、10% しか下がんないんです。うわ、3200。今の俺にとってはかなりきついんだよ。もうエネルギーがない。少しでも減らしとくか。これ次複数ロックできないな、エネルギー不足で。ガンキャノン、ビームライフルが撃てるから、これ撃って、ビームライフル撃って、減らせるときに減らしておく。いや、グフの機動性高すぎでしょ。これはこれでいいや。ちょっとガンキャノン下げないといけないな。ガンダムもちょっと次下げないとまずいな。支援反撃、よし。あれ、やっぱりきついな。
防御力ダウン、ハイパーハンマーでもエネルギーめっちゃ使うな。こいつらもう下げないと無理だ。次でもこれはかなり当たったな。もうフェニックスガンダムで無双してもらうしかない。フェニックスガンダム普通にめっちゃ強いな。いやー降りてくるね。どんどん侵入されてるよ。あれゾックってさ別なの別枠か。メガビームキャノンでいくか。 62% こっちは 94。 ゾックのメガ粒子砲、なるべくゾック仕留めてな。少しは楽しませてくれないとな。強気だね。当たったか。3800。あんたに負けるわけには。あ、そうだ、こいつのスキルって回復じゃなかった。よく考えたらひらめきだった。1万8000もあんの。マジか、めっちゃくちゃあるな。超強気で倒せる。うお、エネルギーがめっちゃ不足してるな。だってもうガンキャノンはどうにもならないから下げるしかないでしょ。11って攻撃できんの。ダメだ、14使う。でアムロが多分まだ支援するだけの力は残ってるから、ゾック意外に射程が広いからな。やっぱりね、数を減らしていく。で動けるのが3回だから、よし、レベルアップ。強力、俺はあんまり強力性とかないからね。独断で先行していく。敵を殲滅するために、ただただ敵を殲滅する。エネルギーだな、やっぱり重要なのは。で、このグフは減ってるか。このグフも減ってるね。ちょっとセーブして4900、5000は当たらないと思うんだよね。ガンダムでもさすがにハイパーハンマーをぶちかまして、でもそうするとガンダム下げないといけないから、ガンダム下げるとフェニックスガンダムに攻撃が集中するんだよな。8700だから3回当たったら死ぬ気がするんだよね。ハイパーハンマー意外に射程短いな。どう？おりゃ5000当たった。テンションもアップしてくれてんな。この2人しか入らないよね。ゾックがすげえ厄介だな。ちょっとこっちのグフドムも倒しておきたい。25、ハイパーハンマーが一発打てるね。倒しとこう。で次の攻撃はちょっと戦艦にしのいでもらおう。一ターンでどれだけ回復するんだ。でなるべくゾック射程外に行って、フェザーファンネルってさ倒せばさ別に問題ないよね。使ってみよう。ファンネル系はねマジックパー使うんで。俺は戦う。ニュータイプとしてのミカミックスの力見せてやる。強い、1万1000か。いやでもゾックは硬いからね。これこっからスキルは使えないか。下もな結構きつくなってきたな。まず左側をザクグループで排除していこう。こいついくつ ?1500。これザクタンクだな。こういう時にザクタンクの出番だ。なんだかんだでザクタンク。レベル4。3連なんちゃら。70% か。どうだ、このクリティカル率。
攻撃力は高いのか高いのかって言っても110しかないけどさ。よっしゃ超一撃。グループ攻撃一応できるけど、ちょっとエネルギー不足がな、かなり深刻だからな。で体調器をちょっと出して、ザクマシンガンでいいかな。あれ支援できなくね届かねえんだそういえばあいつグフって9100もあるんだヒットポイント。あーダメだ、グループ攻撃して減らしとこう。やっぱりここはこいつはもうすでに減ってるから、これ3体くらいだと攻撃力増えるとかあんのかな。3500当たるね。3体くらいが一番理想かな。でここでズダを出すと、いやズダ強いわザックなんかよりよっぽど強いよ、まあ、欠陥品だけど今のところ欠陥が見当たらないからね、ズダに関してはただの強い機体だから。3ターン経ったら爆発するとかさそういうのないからね今のところ。あんまりいいな、遠くに行っちゃうとな、帰還できないからね今度は。これもザクマシンガンでよいしょ。でザクマシンガン8600か、いやー無理っぽいな。これどうする、1個出してザクスを倒す。でこいつはもう最後だ。うおお帰れねえ前に出すぎた。あ攻撃できるね、攻撃してこう。5000、4300とか、ただ食らっただけになってしまった。しかしこれが支援なしでヒートホークで倒せるでしょ。あとこっちのグフか、他の人当たらないからな。ビッグガンあたりでちょっと減らしとくか。いや強いよマジで、グフとかほんと強いんだけど。で2300、ここでここにガンダムを置いて、ビームライフルで、よし、いや強いねガンダム。どうしようかなとはいえな、食らうときは食らうからね。でこのザクが減ってるから、これジムでいけるでしょ、ジムとガンダムのペアでいけるでしょ。よし、でまだ降下してくるやつらいたっけ。ジム、ジムはやっぱり攻撃力だな。ようやくレベル2か。上から降下してくるやつを、ドームが一気いるね、ボスキャラ的な存在として。じゃあこれとりあえず外に出す。うわってジム減ってんだ、ちょっと死ぬのは嫌だからな。ザクワンが一応いるか。大丈夫だな、ちょっと次のターンに回そう。ズダを一回下げて、これさないよね爆発するとかほんとズダは怖いからね、ズダ欠陥品だからね、だってビームサーベルが一応打てるのか。2021、わー食らったからクールダウンしちゃったよ。これは攻撃をしておくか。ザク対ザク、あ反撃もできるね。ビームライフルにしよう。
お金もねいっぱいあるわけじゃないからね、実際にオプションパーツとかいっぱいつければ結構強くなるんだけど、そこまでの余裕はないというか、こいつがマジやばい。うわー食らう、やばい。このくらいどうってことね、俺はまだやれる。いや無理っぽいぞ。どうもだって、あとこのゾックの部隊メガ粒子砲 61% 防御しとこう。ああかした、よくやった。ホワイトベース狙ってくれた。ホワイトベースはねまだ持ちこたえられるからね。いやヒットポイントを全開するスキルが欲しいな。スキル1ステージ中1回スウェイハイスピードライフリカバー、お指定したユニット最大ヒットポイント 50% 分回復、これいいね。テンション超強気にする、これいいねフィールドリカバー、あこれもでもいいね。あてかすごくねライフリカバーだな、お願いします。いやー危ね、九死にし終えた。てかエネルギーが全然ねえんだけど。でゾックさえ倒せばこのゴックが攻撃不能になるから、しかも普通にゴックは捕獲しておきたいんで、アムロいいね、全開してるね。ちょアムロ投入しよう。ハイパーハンマーだなこれは。炎面ん炎メーザー砲ってなんかめっちゃかっこよくない？こいつ迂闊に前に出るから逃がすものか。よくさこんなハンマー当てられるよな。腕は立つようだが相手が悪かったな。頭から出るやつか。くそ、いやゾックさすがに強えわ。よし防御力がダウンしている。であれスキルってさ、こいつら一人一回使えんの超強気にしよう。いやすごいスキルはほんとすごい。でビームライフルが13、あビームサーベルだと2回撃てんのか。いやビームサーベル、ビームサーベルで倒せるよね。お前らの好きになんかさせてたまるかよ。よし死なません。どっちかっていうとゾックが欲しかったけどね。まあゴックをパクっておくか。まあゴックからどうせゾックにできるからね。8レベルすげえ上がるな。8とかさ今までの GJ ネから考えると上がり具合が半端ないな。あれこいつパクれないの？ここの舞台取っておかないといけないからね。グフは一回開始電ビームライフルでダメージを減らして、エネルギーダメージ、なかなか直前なのもやってくるね。あーやっぱ9000はさすがに当たらないな。エネルギー1しかねえし。あとなんかスキルある？いいの。エリア範囲内の味方移動プラス1、それいいや。これはまああとで使えばいいとして、セルフリカバー、セルフリカバーが欲しいんだよね。やっぱり指定した味方の最終命中率 100% する1回の、あこれ結構いいね。ああなんだ、なかなかいいスキル揃ってるじゃないか。このザクはジムで倒そう。別に支援はいらないでしょ。でこっちにもザクがいるからこのザクはもう味方のザクなんだか敵のザクなんだかさまあ向きがあって見分けはつくんだけど、一応みんなで倒そう。
みんなで攻撃すれば怖くない。で、敵を1匹残しとかないと捕獲できないんで左のザクとドームはね、取っておきたくないからね、さすがに。ビームライフルで、まあ、支援できるやつは支援していくか。あービッグガンにしよう。 OK 回復されたこれ倒せないぞ。じゃあザクキャノン倒すか。ビッグガン支援はいらないね。経験値はなるべく一人に集中させたいから。よし、ユニットレベルアップ、ようやく2レベルか。こいつ機動力が少ないんだよね。まあザクキャノンだから当たり前なんだけど、機動力上げるか。機動力はね、命中率にね関係してくるんで、まあ、いくらパイロットの腕がいいとはいえ、機体性能には限界があるから。こいつちょっと上に行くか。じゃあ上に行って、確定して、でこいつを捕獲して、あ、そうか、グフがまだ1体残ってたか。で捕獲したから、まあ、こいつ倒そう。ズダだな。スクリームファースト使ってみよう。支援してダークマシンガンと。スクリームファーストがどれくらい強いか。4500か、結構強いよねやっぱり。であとこのグフを残すのみか。意外に辛かったなやっぱり、ジャブロの攻防戦は。じゃあちょっとアムロで一発ビームサーベルでぶん殴ると。で最後フィニッシュはフェニックスで決めましょう。うかつなやつめ、そこ、こいつ小賢しいと思う。落ちろ。抵抗すれば容赦はしない。ガンダムの性能もね、圧倒的ってわけじゃないからね。このくらい多分ずっとこのヒットポイント1万2000のまんま進んでいくんでしょ。どうしようかな。フェザーファンネル使うか。かっこよく決めよう、かっこよくとかやってるとさ、かわされたりするんだよね。悪いが、ここで決着をつけさせてもらうぜ。くそ、まあ、ジージネはね、まあ、基本的にはその俺つえーゲームっすからねあとあんまりね、時間がかかりすぎてもグダグダになっちゃうんで、もうすでに結構グダってるけど。あ、エースパイロットのポイントも使ってないな。ジャブロ総力戦を達成。よし、ウェポンコンテナ、あ、武装の攻撃力プラス500か。それはそれでいいよな。で捕獲したユニット、あ、そうか、ザクワン、ちょっとレベルっていうかコンテナを、コンテナじゃなくてハンガーかハンガー用でお金貯めた時にパクったのかな。ボッグ確保して、グループで、フェニックスガンダム、ちょ、開発はできるな。何これ、あー、能力解放とかあったね能力解放させる。でもさ、ビームライフルってさ、今攻撃力4000とかさ、メガビームキャノン4700だけどさ、なんか攻撃力下がってねみたいなビームライフル3600だよ。まあいっか、せっかくだから能力解放させよう。5万円するんだえーっと一応開発見てみる。8、これ何、ハロかな、大体そんな感じだよね。でガンダム、
ガンダムまあレベル2だから開発できないけど、陸戦ガンダムが出せんのか。6万円あるからな、陸戦ガンダム作ってガンダムを一機買おうかな。陸戦高機動型だ。これでも陸戦しか使えないからね。地上 A か、適正的には高機動型ザク。宇宙か、ジャブローが終わったってことは多分次宇宙なんだよね。でもそうすると一応ジャブローまでの物語をホワイトディンゴとかさ、いろいろあるからさ、そっちもね08招待とかも進めていきたいんで、ちょっと次のガンダムの次のお話を見てみよう。メインステージでソロモン攻略戦だもんね。そうか、そうするとその前に、まあ、ここら辺のものをちょっと進めつつ08も進めて、これがどういう話になってんだかよくわかんないんだよな。0079これだなんだっけこの話。あ、ピクシーのやつか。ピクシーのやつもちょっとやりつつ、ブルーディスティニーもね1話2話あたり進めないとね。でホワイトディンゴもやって、いやーなかなか大変だな。まあそれ考えると別に陸戦型があってもいいかな。もう少し陸が続きそうだ。ゴッグは持ってるからいいでしょ。ズダはドームにしよう、レベル5に上げて。こっちのレベル5ってなんだろう。でザクタンク、ヒルドルブだよね。ヒルドルブの方が余裕で強えな。これ作ろう。よーし。で、このザクってなんだっけ。ああ、そうかそうかそうか。陸戦型高機動ザク。ヒットポイントとか下がるけど、移動力が6あるっていうのはいいな。機動力確かに高いし、130で。ちょっとこっち作ろう。で、こいつはまずザクキャノンはな。グフとかなるんだ。で、そうすると陸戦を開発しよう。陸戦を開発してガンダムを1機買おう。陸戦型ガンダム 180mm キャノン砲みたいなのある。あ、あるね。射程長いよなやっぱり。よし、陸戦型ガンダムを開発して、でちょっとザク系を一気排除するか。ちょっとザクワンだな。ザクワン一旦待機させて、こっちにこいつを入れて、陸戦型ガンダムをチーム2の隊長機にして、でここにガンダムを作ると。OK で4万円か。オプションパーツとかね、もうちょっと安く買えればね、ガンガンつけていきたいんだけど、そういうもんでもないしな。最低でも1万かかるからなまあジャンクパーツは5000だけど、バーニアはねみんなにつけたいんだよね。でもそうすると8万くらいかかるか。あ、ウェポンコン、あ、そっか、ウェポンコンってのは攻撃力が上がるってやつか。まあ、とりあえず編成は、これでいいでしょう。というところで、じゃあ今回はこれで、終了したいけど、なんかできたな。これ何これ。木バトガンダムを達成。なんかもらえんの？ガンダム6号機。ちょっと見よう。終わりにしようと思ったら、なんか出てきたから。配置。ガンダム6号機どうせ作れるようになったってだけか。ちょっと待機させて、あー、ガンダム6号機。でもこれ普通のガンダムなら未完成状態。何、ビームサーベット、ビームライフルしかない。未完成状態か。まあ、作ろうあ、じゃあこれチーム2の隊長機にして、もう一匹ザクを減らさないといけないのか。高機動型、陸戦型高機動ザク使いたいからな。ヒルドルブも使いたいしな。ジムかな。ザクキャノンか。ちょっと陸戦型ガンダムは今回このまま置いておいてガンダムにしよう。
よし、こんなもんでいいかな。じゃあすいません、今度こそ、終了して、次回はちょっとファーストからは離れて、別の物語の方ですね、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。